どうするかなこの歌声はウルトか美しい歌声だウルトちょっといいかしら <ん>はい何でしょうかねえウルトその子かわいいええとってもそうこの子私をママと呼んでくれたんです私を <laughs> 昔ねはい昔 動物を飼ってましたのと言っても裏庭で飼育されていたものの一匹を可愛がってたと言った方が正しいですけれどその子は特に可愛く人懐っこくて世話していた人に頼んで餌をあげたり触らせてもらったりでもそんな私を見てその人は辛い思いをするからやめた方がいいって困ったように言いましたわ。その時は どうしてそんなことを言うか分からなかっただからその言葉を聞き流してましたのそれからしばらくして祭りの日にごちそうが並べられました私はそのごちそうに舌包みを打ってそして幸せ気分でいつものようにあの子のところへ行きましたのでもそこにはもうあの子はいませんでしたわなぜですかいるわけありませんわ なぜってその時その子は私のおなかの中でしたもの <laughs> 考えてみれば当然ですわねあの子は食用として飼われていたんですもの遅かれ早かれこうなる運命でしたのでも当時の私はそんなこと考えもしませんでしたわただ可愛くて仕方なくてそのあのことなんて考えもしなかった悲しかったですわ悲しくて 初めて大泣きしましまたのそしてその時やっとあの言葉の意味が辛い思いをするといった意味が分かりましたの回<あ>りくどい言い方だったけど何を言いたいか分かってもらえたかしらい,いえ私には何のことかとぼけるのはおよしなさいせっかくあなたのためを思って回りくどく言ってあげましたのにあ 私は用事がありますのでこれででしたら単刀直入に言ってあげますわウルトそれ以上その子に深入りするのはおよしなさい <laughs> それだけ辛い思いをするからですかでしたらそれは違います別れが辛いからとカムナゲ相手に討論も説法もするつもりはありませんわそれに言ったはずですわよ とぼけるのはおよしなさいとあなたは深入りしすぎてますの実の母親以上にその子を愛してしまっているこの子にはこの子には愛情が必要なのです母のぬくもりが必要なのですもし母親がその子を引き取りに来たらあなたその子を手放せてそれはまあまあまあ どうですの手放せます本当にええそれを聞いて安心しましたわならその子は連れて行きますわよえ手放せるのなら今でも後でも変わりませんものあとは私とエルルーで面倒見ますわなぜですまだこの子の何をそんなに慌ててますの 私たちが世話をするというだけですのにこの子に会いたければいつでも会えますのよですけどこの子を手放せるのではなくてそれは <laughs> もう少しお願いですもう少しだけこの子の母親が見つかるまでそれまでそばに <laughs> エルルーが心配してた通りですわねそうしたらあなたは二度とその子を手放せないお願いウルト私はあなたを腹を割って話せる数少ない友人だと思っているだからもう一度だけ言いますわその子をお渡しなさいえっ <laughs> ガルラ…嫌だと言っても腕づくで連れていきますわ恨んでくれても構いませんわよ <laughs> この子はこの子は誰にも誰にも渡さないああっ 大丈夫ですよ。何も怖くありません。<laughs> もう手遅れだったようですわね。勝手になさい。カルラ、<laughs> 見たらしたの？盗み見するつもりはなかったんだが。 いつも困らせてくれる仕返しをしようと思いましたのにあんなにムキになって拍子抜けしてしまいました彼らすまない。本当ならあれは私が言うべきだった。まさかあそこまで思いを募らせていたとはあの子の父親と母親はアトゥ族とヤタム族の。 若君と姫君ですわよ。まさか母親が見つかったのかアトゥとヤタムといえば長い間対立していた豪族そこの2人が祝福されぬ恋をしてそして駆け落ちして結局見つかって連れ戻されそうになって最高にお人よしな誰かの噂を聞いて団長の思いで愛しごを。 そんなところですわこれだけの条件が揃ってましたものすぐに見つかりましたわそうかその報告を受けていなかったことについては聞かないとしよう <laughs> アトゥーとヤタムがこのことを知ればすぐにでも一族総出で頭を下げに来ますわオーロとオンカミヤムカ王女の手をわずらわせたのですもの一瞬でお家取り潰しそしたら ウルトの母親ごっこはおしまいそうか同情はしませんわよこれはウルトが望んだことだからカルラ んなんだ外がそうぞうしいないたぞクセモだおえー逃がすなークセん？<laughs> 誰だこの女の子は近隣の方へ向かったぞ 探し引きずりバイよってはキリストでもかまわん <laughs> どうしようどうしようどうしよう <laughs> いきなり部屋に飛び込んできたかと思えばおろおろと慌てふためいてるなこっちには気づいていないようだがクーヤ様、やっぱり私にはこんなことは無理ですよ <laughs> クーヤそうかあのミミクーヤがどうした 今度は…カクカクしながら後ずさって…後頭部をぶつけてうずくまってる…うん面白い聖女、夜分お休みのところ誠に申し訳ありません、ね、どうした想像しいがは賊が侵入し、この金隣にまで逃げ込んだとのことほう 賊がな<あ> <laughs> して何か異変はござりませんか <laughs> そうだなそういえば先ほど何かが向こうへ逃げていったがそうかあれはぞだったかえまだそう遠くへは行ってないはずだおえ<っ>おえ <laughs> さて、<laughs> <laughs> 怖がらなくていいクーヤの使いなのだろうはははいはいもしかしてハクオロ様でありますか私じゃなくて自分の名は昨夜でありますアムルリネウルカクーヤ様の命によりお迎えに参上つかむつ、うんうん 多分慣れない言葉を使って舌を噛んだな。あれは、そうか、クーヤが呼んでるか、しかし、ゲンジマルならともかく、そんなキャシャな体で、よくここまで潜り込めたな。う <laughs> んはい、本当に殺されるかと思ったんですよ。う そうか、ご苦労だったな。<laughs> ほら。これで涙を拭くといい。はい。<laughs> <laughs> ところで、源氏丸はどうした？いつもなら源氏丸が来るところだが。はあ、それがそのおじいちゃんじゃなくて。 タオルには黙って出てきて黙って出てきたなんでそんなことをクーヤ様タオルからしばらくは外へ出ることを禁じられててそれで黙って出てきたとはいそれで昨夜だったなだから源氏丸の代わりについてきたわけかうんどうしたはい 連れて。来られましたそ。そうか。やれやれ。空也も無茶なことをするとなると。今頃は待ちくたびれている頃か。うん、どうした。この仮面がそんなに珍しいか。い,いえ、それもあるですけど。あるですけど。 あえ、いえなんでもなんでもないでありますよそうか、うん、遅い待ちくたびれたぞすすみませんすみません昨夜が謝ることはない悪いのはハクオロだそうであろう私か ちょっと待てそもそもこの子を金利に忍び込ませる方に無理がないかそんなことはあるまいこの咲夜は源氏丸の孫この程度はたやすい源氏丸の孫この子が…クーヤ様おじいちゃ…んじゃなくてタウロ様と一緒にされても無理ですよそう…なのかそうですよ 源氏丸マルの孫であるならそのようなことはたやすいと思っていた。ううまあそうだとしても、敬語の者がいなければよいではないか。それで問題なかろう。おいおい、無茶言うな。しかし、源氏丸マルは確か、エベンクルガと言ったか。サクヤとはだいぶ見た目が違うようだが。何を言っておる 我らが主は、ほとんど母親から受け継がれるものではないかそうなのかだから良い女を室に迎えるということがいかに大事なことかわかるであろうでは私にも子ができたらやはりこういう耳や尻尾が <laughs> いいかん何を考えているんだ私はそれにしてもサク夜はい その髪、その腰まであった髪はどうしたのだ。髪。あ。止まれ！止まらねば切るぞ。あ、もうき。 ならば待てー待たねば切るぞ昨夜どうしたのだそれで今日はどうしたんだわざわざ抜け出してきたのだから。 何か用事があるのではないのかうんそのことかこれから忙しくなりそうなのでな残念だがしばらく会えそうにないのだそれで以前話していたことを進めておこうと思ってな以前話していたこと忘れたかそなたがわがクンネカムンから室を迎えるという話だ何ちょ,ちょっと待て そのの話本気だったのか当たり前であろう。世はそんな冗談は好かぬ。それでな、この咲夜をそなたの質にと思ってな。はいそ、そうなの初耳です。うん。咲夜をびっくりさせようと思ったのだ。どうだ驚いたであろう。びっくりしすぎて硬直してる。 どうだ。はころ。この昨夜ほどの働き者の器量よし。他にはそうおらぬぞ。しかも床上手だ。とこ上手。うん。咲夜はすごいぞ。ああ、あのくやさま床上手。 咲夜が寝床を整えてくれるととてもよく眠れるのだ <laughs> <え>クーヤそのとこ上手は意味が合ってるようで違うぞ違うでは本当はどういう意味なのだそれはそのそれはああ ああまあ話せば長くなるからその話は後でゆっくり昨夜から聞くといいえ<っ>何か隠し事をしているみたいで気に食わぬがまあよい <laughs> それでどうなのだ何がだ何がではない サクヤを室に入れる話だあ,あ,あ <laughs> まだその話が残っていたかすっかり忘れていたいや気持ちはありがたいがなぜだまさかサクヤが気に入らんというのかそうではない確かにこの子は可愛いしクーヤの言う通り働き者なのだろうしかし 物や動物ではないのだからポンポンと渡したりするものではないだろうそれは違うぞんそなた世が人を昨夜を物や動物と同じと考えてるとでも思っているのではあるまいな昨夜は世にとって大切なそう友であるなればこそ世の次女などではなくオー路の室へ入れてやりたいと願うのは当然であろうクーヤ様 クーヤの言いたいことは分かっただとしたらこの子がいなくなって一番困るのはクーヤではないのかあ <laughs> そそうであったな確かにそなたの言うとおり世にはクヤが必要すまぬこの話はなかったことにしてくれクーヤ様その代わりクヤが欲しくなったらいつでも言うがよい たよと交代でそばに置くとしよう、はああ,あのクーヤ様いっけないどうした急に大声を出してクーヤ様、もう帰る時間ですそうかもうそんな時間か帰るかうん名残惜しいが 別れの時間だそうか先に言った通りしばらくは会えそうにないだから今日はそなたに会えてよかった確かそんなことを言っていたな何か会えない理由でもあるのかうん我らクンネカムに横島な思いを持つ輩が何やらきな臭い動きをしておるのだどうやら近々戦となるやもしれん 世もそろそろ決着をつけねばならぬと思っていたところだ戦かそのような顔をするな世のクンネカムンが万一にも敗退することなどありえぬ我らには恩美大ヤンより授かったアブカムーがあるアブカムー <laughs> だがそなたの気持ちは嬉しく思うぞクイア それでは箱ろう、ろロまた会おうぞ <laughs> それではこれで失礼しますあ,ああまたなああはい <laughs> 戦とはなうん <laughs> 虫の鳴き声が消えた なんだ、これはまさか空也なのかそうかあれがクンヌカムの力アブカム。 なぜ我々がこのようなことを本当にやるつもりですか仕方ないのだ。でなければ代わりに私たちが皆殺しにされてしまうそれはきっと大丈夫だクンネカムンはシャクコポル族という非力な民だけの単一民族国私たちにも勝機はある彼らには気の毒だがこれも生き延びるためしかし んには得体の知れない力があると言われてます確かにそう噂されているがそれはあくまでも噂実際にはそれを見た者はいませんそれにもしもの時ははセせせちかの助けがあるはずまさかセせせちかが助けてくれると本気で信じているのですか信じる以外他に何ができるんです信じるしかないじゃないですか はあはあ、それでは進軍します報告しますエルムイダ・がクンネカムンへ進軍を開始クンネカムンとの国境を越えたとのことです始まったか。 えいや何でもない空也愚かな先の戦いからすでに十数年もの時が過ぎたとはいえ再び我らに牙を剥く者が出ようとはこの戦 先場は自分目にご明示ください。いえ、ぜひとも私目に必ずや正常の期待にお答えしましょう。いや、この戦よ、自らが出る世に牙を向けばどうなるか。いま一度世に示さねばならぬ。非縁は右方、ハウエンクアは左方に回るがよい。あやつらは傀儡に過ぎぬ。 背後のやつらをいぶり出すのだ。はっ！「源氏丸」、出るぞ。よい。どうか、お気を付けて。うん。行ってくる。 一人一人いないとは一体どういう きだいこれからが楽しいんだから逃げちゃダメだよそれがしがなわひえまい 二人様、こんな、こんな話は聞いていません。どうか、お助け。<laughs> のけ、クサムシ。おまけに後をつけられたようだな。ほとほとクソの役にも立たんクサムシが。へ <laughs>、へ？主神、久米家門の軍勢が、王都に向かって進軍中です。はは。

なんだこいつら何なんだおれが。 このカンホルダリ様が、クソムシどもに、こんなバカなことを、バカなことあってたまるか 上御心をしっかりお持ちくださいつまらぬ情けは怨恨を生む全軍に伝えよ進軍する 以上報告を終わります。ああ、ご苦労だった。戦始めからたった4日、たった4日で三大強国と言われた国が、滅亡だとここまで、ここまで圧倒的なのか。さて、どうするかな ウルト、いいか。<laughs> うお、す、すみない。白おら様、どうぞお入りください。い、しかし。はい。ああ、いや、それでは失礼するぞ。 ウルト、一つ聞きたいんだが。はい。何でしょうかその、だ、何をしているんだまさか母乳を飲ませているとか。そうなら良いのですけど、私には父を出すことはできませんから。でも、こうしてあげると、この子、とっても落ち着くみたいなんです。ううん。<laughs> でですすから、時々こうしてあげるんですそうか <laughs> そういえばん何か用事があったのではないのですかい,いや用事というか特に大した用事ではないんだそうですかあーっと邪魔したな アノレトロタボ ひど <laughs> いですよなん <laughs> だか知らないですけど <laughs> すごく屈辱的ですんその声もしかしてさくやか <laughs> もしかしなくてもそうですよどうしたんだいったいそんな泥まみれになって <laughs> クラ様の使いで <laughs> 今日見つからないようにって <laughs> そしたらそしたら堀の中に落ちて <laughs> あ,ああああそれは大変だったなそんなことをしなくても英史には咲夜が来たら内密にここへ通すように言ってやるんだがなええ <laughs> なんか面白いから黙っておこう久しいな箱郎嬉しく思うぞああ私もだ <laughs> どうかしたか本当にそう思っているのかあ,ああそれにしてはずいぶんと即ないではないか再会の喜びを一言で返すとはいいや そうは言われてもな。だからといって、上辺だけの言葉をベラベラと並べるよりかはよくないかそれはそなたの言う通りだ。だが、ならばせめて、もう少しは嬉しそうな顔をするがよい。してないかない。それとも、やはり嬉しくないのかそんなことはないが。では、こ,こうか。 わざとらしいな嬉しそうというより引きつっているようにしか見えんそれでは、それでは、そ,なたそれは、それでは、にしているのか侮辱しているのかどちらだあそれでは、それでは、それでそんなことれ言わそれても、それに。 クーヤ様の方からは暗くてよく見えなかったみたいですけどハクオロ様は嬉しそうに微笑んでおりましたよそそうなのかはいそうかフ、うん。ならばよいフん。この子には感謝だなどうしたそんなところに立っていないで早く座るがよいあ,ああ <laughs> <ん>あいえ何でもそれでは空也様、サ昨夜はあちらで控えておりますのでご用があればお呼びくださいうんご苦労であったないい子だな世の友であるからなたった一人の心の許せる友であるうん おかしいか配下の者を友などと。いや、誰であろうと友は友だ。それでいいのではないかそうか。そなたなら、そう言ってくれると思ったぞ。ああ、そうだ。言い忘れていた。戦火のことは聞いている。今度はこちらから祝わせてくれ。 <laughs> 言ったであろう我がクンネカムンに敗北はないとそうだなそなたになら特別に聞かせてやろう余が先方をかける様を何か無理していないか辛そうな感じがするクウヤんだ話の腰を折るでない ここからが良いところだというのにそのくらいにしておいたほうがいい辛い出来事は話せば楽になることもあるがクウエのそれは心の中で反数するだけだ余計に辛くなるだけだぞ何を言うか言うわ <laughs> やはり そなたには分かるのだな、そなそた。以前戦はしたくないと言ったなああ許せうんその時世は往路たる者がなぜそのような弱気なと思ったそれどころか臆病者とさえ <laughs> だが違ったのだな これまで世は戦というものを経験したことがないあれが世の初陣であったのだだからそれまで戦の本当の恐ろしさを知らなかったのだ今ならそなたの気持ちがよくわかる人を切ったあの嫌な感触が血がこびりついて離れない民の命を背負い敵の命を奪い そして命を駒のように操るそれがどんなに辛いことか戦いで上に立つ者の重みがどんなものか <laughs> 不思議な男だなそなたは世をこんな無防備にするとはこんな気持ちは初めてだなあ白鸚楼うん世は 余はあは…要はっあっあのー、さくや脅かすでないすまぬが大事な話の途中である用件なら後にするがよいあのー、だから大切な話の最中だとそうですかではぜひ聞かせていただきたいものですな どうなされたさ、続きをそれは、いや、話はもう話が終わりでしたらちょうどよろしいでは、一つそれがしがオーロたるものの気構えというものをたっぷりお聞かせしんぜようさ、さてでは、私はこれであ,あ、ず、ずるいですよ どこへ行かれるのですかなえ三者、そこに座られ。<music> うん、もうこんな時間か。まだ話すことは山のようにありますが、仕方ありますまい。くえー、足が、しびれて。あ、う 二人ともだらしがないぞあれしきの星座で値を上げるとはあっつっクーヤは平気なのか当たり前であろあれしきのことで値を上げるよではないだってクーヤ様はよくこうしてささくや話すでない <laughs> そ,そなとも何がおかしいのだいやクーヤもやはり女の子なのだなと思ってな。 なんだそれはようバカにしておるのかバカになどしていないただ愛おしく感じているだけだあえ,ええへい源氏丸ようは先に行っておるぞ <laughs> それではハクオロ様失礼しますですああ、うんだろう あんなに楽しかったというのにで人をこんな穴のの中に引っ張り込んで何をどう弁解してくれるんだいあれは違うのですもともと私どもにクンネカの時期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 の時 脅されていたために仕方がなくへえ脅されたのなら何をやってもいいっていうのかいだから他は犠牲になっても当然だとそそんなことはあなた方の言い分はわかるだがそこを何とか許してやってもらえまいかこれ以上の争いはウィザルネミティアもう好まないフフフ <ん>何が争いを望まないだって憎しみ、戦い、殺し合うことを教えた神がどうして争いを望まないって言うんだい <laughs> それに残念だったね。僕たちにとってビィザルネミテアなんてのは脱ぎ損神でしかないんだよ。ましてやそれを崇拝するような輩の話を聞けると思っているのかい我らが御神が脱ぎソ神か。 あれが僕たちに何をしてくれたそしてお前たちは何をした僕たちに牙をむけばどうなるか身をもって味わってもらわないとねま待ってくだされアムルリネウルカオにぜひお話を正常がこんな下船の席に来られるとでも思っているのかいこの件に関してはねすべて僕に任せられているんだ 僕の言葉は正常の言葉なんだよわかるかいそんなああそうだいいこと教えてあげるよ今頃はねフフ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  だあんたは生かしておいてやるよ生き続けるがいいさ追い果てるまで<笑>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 なんということをあ、あの、のよろしいのですか。正常はこれ以上の戦いは望んでいないはずでは 僕はすべてを任されたんだ何を言おうと僕の勝手だよですがお前うるさいよえっああれあーあー血がついちゃったじゃないか <laughs> さてどうするかなふうこんなに早くセームが終わったのは久しぶりだな。あっエルルかんその手に持ってるのは薬かあはいこれからユズハちゃんのお薬の時間なんです。そうか私も一緒に行っていいかはいどうぞ。 みんなもいますからはいゆずはちゃんいかにも逃がそうというかまずそうな色をしてるなありがとうございますおいしい 美味しいですお姉ちゃんダメ。これはゆずはちゃんの薬なんだからそれにこれ苦くて美味しくないんだからお姉ちゃんの嘘つきうっハルル嘘つきってどういう意味ゆずっちゃん美しいって言ったそうだけどそれは ウソつきウソつ,つきつきつきあのねお姉ちゃんはウソなんかついてないのじゃあケチンボ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 チンボチンボちンボチだ今の何か切れるような音ははいそんなに言うなら舐めてみたらーあおくん ぐーっっづっほーらアルルだから言ったのにおいずーあはははいアルちゃんぽー <laughs> でもゆずっちはおいしいって言ったのに美味しくないの苦くておいしいですゆずはちゃんは苦いのが好きだから あ,あそっかう<ー>でもこれそんなに苦いの神ちゃんもちょっとなめてみるあうんそれじゃあちょっとだけふわっんな,なにこれにがいほんとに苦そうだな。 はっくおろさんも、舐めてみますかうういや、やめておこうおじさまずるいいや、ずるいと言われてもなゆずはが大あくびをするなんて 珍しいなお薬が効いてきたみたいはい少し眠たくなりましたそれじゃそろそろ横になった方がいいですねはいそれじゃみんなでましょうゆずつといっしにねるダメうん<わ>。<laughs> おやすみなさい、アルちゃん。うん。明日。それじゃあ、また明日ね。はい。うんなんだ今の音。今の音まさか。 ハァ <laughs> ユズチユズハすごい熱だエル薬を <laughs> う,なのうんもう大丈夫 <laughs> よかったもうびっくりしちゃったよ、うん、大丈夫だアルルでも大丈夫大丈夫だ、うん、しかし今期に入ってこれで3度目の発作だ発作が起きるまでの期間が。 だだんだんと短くなってゆく気がする <laughs> エルルもそのことに気づいているかアクアラさんの…ん <laughs> 寝言か…かさっ ここはハクオロさんに任せて二人とも出ましょうえっでもさああうんアルルももうーんそれじゃあ,あとはお願いしますうんああかったはあ <laughs> いいさて、はるちゃーん、こっち、こっち。 みんなでじゃれ合っているといった雰囲気だな仲が良くていいことだえいウフフはるちゃんっていい香りがするねお日様とはちみつの香りだふん<ー> <laughs> はあ、<ん>とってもいい香りだよそれにおじさまの匂いまさかうん神がアルルーの首筋に噛みついて血をすすっている神 あれ神は一体ああ <laughs> 大変あるちゃんちが出て,て違がう <laughs> そんなそんなの違うよ違がう神がやったんじゃ <laughs>

どうだ、そっちはそれがそうか一体、どこへ行ったのかお父さんカミュチーはアルル大丈夫だきっと見つけるからそんな顔をするなふんアアルルどこ行くのカミュチー探しに行く。 待ってる。勝ちたら。よし。くるくる。アルル。そろそろ肌寒くなってきた。ユズハは部屋へ戻った方がいい。エルル。はい。ユズは。カミュちゃんが見つかるまで待ってます。そうか。それ。 夜風は冷たいからな。はいありがとうございます。だがこれだけ探していないとなるともうこの場内にはいないのかもしれない。ん <noise> なんだこの音音,音 そら、この音何かの鳴き声みたいなそんな音ユズハちゃん聞こえた今のが聞こえてないそこの物陰からえ なんだ、あれは <laughs> <laughs> まさか誘っているのか白クオロさん ここは違う違うよ今の声夢これは夢なんだよいつもと同じ夢だよだからだから早く覚めて神こんなところにいたのか神 おじさまねえこれって夢なんだよね神優おじさま夢だって言ってお願いそれは夢だと一言言うのは簡単だだが夢じゃなかったんだアルちゃんにしたこともおじさまにしたこともあれを覚えているのか あれもずっと夢だと思ってたどう <laughs> りで感触とか生々しい夢だななんて思ってたんだ神カミ湯ねみんなと違うんだみんなが普通の翼をしてるのに神湯だけこんな真っ黒な翼で神湯一人だけが違うのお姉さまの目には いオオカミが見えるんだってでもカミにはそんなのよく見えないカミが見えるのはもっと別のこの子たちこの子え <laughs> <laughs> んだ闇の中に何かいる みんなが「脱ぎそむ神」って呼んでいる子たちだよぬぎそむ神人に生きびや災害など狂事を起こすと言われる意味嫌われる神これが神よね本当言うとここに来るまでお友達いなかったんだこの黒い翼ってね偉大な子祖様の血を強く受け継いでいる証なんだって それでどこでも特別視されてみんなよそよそしくてこんなこんな黒い翼なんかいらない髪はお姉さまのような真っ白な翼がいいそれならきっとあんなことしなかったよあんなことしてきっとアルちゃんに嫌われちゃったやだ アルちゃんに嫌われたくない初めての友達本当の初めての友達なのカミそれ以上自分を追い詰めるな大丈夫だアルルがそんなことを気にするはずがないだろうでも私にはカミの気持ちを分かってやることはできないだがカミが何であれ私は気にしないもちろんアルルもだ アルルはな神のことを心配して今も一生懸命探している嫌いになった相手をあんな泣きそうな顔で懸命に探したりはしないだからもう気にするな何も心配ないおじさま神父あっアルちゃん見つけた。 <laughs> な、<laughs> ハルルのこと嫌い？ち、違う。友達。違う？そ、そんなこと。友達だよ。うん。友達。 春ちゃんそう、みんなお友達なんだからえね、ゆずはちゃんはい、ゆずはも友達ですうるる姉様、ま、ゆずち、どうして簡単なことだ、みんな神のことが好きなんだ <laughs> 結局 神は無用な心配で悩んでいたわけだ。そうそう。大げさなんだからカミュちゃん。 痛ちがう痛いの <laughs> <違う> <laughs> 飛んでけ痛いの飛んでけ泣かないで。<laughs> どうやらあの子たちだけにしてあげたほうがよさそうだ <laughs> ウルトこんなところで何を神ならん？うが濡れてそうか聞いていたのか申し訳ありません盗み聞きばかりかこんな見苦しい姿をいやそんなことはない神は あの子は、本当の友達と出会えたのですね。本当のお友達にやっとウルトさてどうするかなん 寝ているのかどうやらフミリルを寝かしつけるときに自分も寝てしまったらしい毎日の子守りで疲れているのだろうな、うん 二人してあどけない寝顔して二人を起こさないようにしないとなさてどうするかな <noise> んあれは 美しいそうだなしかしおぼろかしかしなんだいや美しすぎると思ったんだ戦場での戦いは殺し合うためのものだ決してきれいごとじゃない剣技だって突き詰めれば相手を殺すためのものだ見せて喜ばすには程遠いだから何かが違う気がしてな確かに。 そうかもしれないなだが私はそういう戦いは嫌いではないいやその潔さよさに惹かれる<っ>見事成女 いかがなされたいや邪魔をしてすまなかったな。い,いえ、なんでもなきこと。おうん<笑><笑>ああおだ大丈夫かえ な何がです何がってすまなかったまさか破片が落ちてくるとはい,いいえ大したことではありませんからそれがしとしたことが少々油断をしてしまったようですフフフフフッ どうかなななん、んでもありませんほのかすり傷ですからかすり傷って血がダクダク出てるぞそそれがしとしたことが <laughs> ああよかったらこれを使えしかしいいから。 片付けのございますま誰にでもこんな時はある今日は役尾のようですそれがしとしたことが前から思ってたんだがそのそれがしとしたことがっていうのは口癖かいや今日だけでもう何度も聞いたからなうん待てよ口癖ということは それだけ何度も言ってるってことだよなあんたかなりうっかり者なんだな<っ>このバカ誰もが避けて言わなかったことをさらりと言うか普通はは硬直してるうっかり者それがしがうっかり者うっかりといえば思い出すなまだ敵味方分かれてた頃橋を落として捕らえられたあれ まさかうっかりで橋が落ちるとは思わなかったぞおいこらその後、崖から這い上がってきたのはいいがうっかりそこは敵陣のど真ん中しかもあそこで一騎打ちを挑むが

また思い詰めたりしなければいいんだがしかしこれどうするかなハウエンクはなぜあのような真似をしたあのようなこととは 言わねばわからぬか。なぜエルムイを潰したと聞いておるのだ、あの者たちは。帰儡ゆえにもはや戦う力など残っていなかった。抵抗しない者には手を出すなと言ったはずだ。はあ、なんだ、そのことですか。甘い情けは後々怨恨を残します。そして、いずれ正常のお命を狙う資格になるでしょう。なれば、元から断ち切るのが道理。 それで一族の人を見殺しにしたというのかその通りですすべては正常のためにね <laughs> ハウエンクはどの正常にそのもの言いは無礼であろうこれが僕のしゃべり方さお前たちもよく知ってるだろうなんとヒエンどのそなたからも言ってやってくだされ 頤 <laughs> 殿よいしかしそなたの言い分は分かった厳明せなんだ我にも落ち度はあるこの件不問とするではこれにて正常に恐れながら申し上げます申してみよう正常 今こそ正常のお力で全土を統一すべき時ではありませんぬかいずれまたあのような輩が現れるやもしれませんその時敵意ある者により腹からに危害が及ぶやもしれませんならばこそ正常のお力でこの全土を統一し争いのない真の国をお気づきになられるべきであります <laughs> へえたまにはいいこと言うじゃないか確かに。 この全土を支配するのはどの部族なのかを知らしめるべきではあるねハウエンクア自分たちが目指すべきは統一だ支配ではない同じことじゃないか統一も支配もね違う違わないさ静まれ世はハウエンクア貴様は民を一つにまとめることと支配することが同じだというのか同じさ 僕たちシャクコポルのもとで一つになるんだからね。静まれ自分たちは導くのであって支配するわけではない。それが支配だということにどうして気づかないんだい静まれ気づかないのではない。貴様がそう思い込んでるだけだ。それは非縁のことじゃないのかい <laughs> 静まれごぜであるぞ。 どうぞ、お言葉をうむ<あ> <laughs> 皆の言い分はわかっただが世は国土を広げるより国そのものを盤石なものとすることが先決と考えているではまだ国は盤石ではないとそうだな少なくとも世はそう思う今日のところはここまでだ皆のもの下がるがよい 正常,正常のお言葉が耳に入らなかったのか分をあきまえよ御意 <laughs> <為>夜も下がるしばらくの間誰も近づけるでない御意に昨夜あはいいつものを頼むはい お呼びですか <laughs> 守備はどうだいはいこちらを <laughs> <laughs> これだけ壊れにくいといじりがいがあるだろう頑丈なだけが取り柄なんだからこんな時くらい役に立ってもらわないとね <laughs> ウォーンふふフさあこれからどんどん楽しくなっていくよ分かってるね動かないのなら動かしてあげればいいんだってことはいまかせよ楽しく楽しくね <laughs>

はいそのように申し付けてありますすまなかったな侍大将であるお前にあのような役目を頼んでいえ相手を威圧するには効果的なことかと侍大将を率いる一団が工場を突きつけに来たんださぞ慌てふためいただろうなはいいささかお人が悪いと思わせるくらいにはすごかったですぜ 一族の頭が涙と鼻水垂らしながら土下座してきやしてねしがみついて命乞いされたときはほとほと困り果てやしたぜちょっと待てあの子が無事に両親と一緒にいられるよう威圧するのが目的だったがいくらなんでもそこまで怯えはしないだろういえその前に散々脅されていたみたいでしたね何を言われたか知りやせんが 呪いは嫌だとかどうとかそいつはもしかしてうんやれやれカルラメあの大変ですウルトリー様を探しているんですけどどこにもいないんですフミリルちゃんの姿もどこにもなくて <laughs> あ,あそうかそうかって。 どうしてそんなに落ち着いてるんですか二人のことが心配じゃんなんとなくなんとなくこうなる気はしていたハクオロさん行くぞベノイークロウはウィス行くってどこへすでに手は打ってやる気の毒だがいくらウるとでも 赤子を抱いて逃げ切れるものではないカルラお前も一緒に来るのだろうえ <laughs> カルラさんあの聡明なウルトがこうも身を焦がすとはエルル情愛とは母とは美しくも悲しいものなのだなハクオロさん ここまでくればもう <laughs> 大丈夫ですよフメリル何があってもあなたはマーマが守りますからずいぶんと勝手な言い草だな。 などうしてもまだ気づかないかまさか結界そうだあんたはただ同じ場所をぐるぐると回っていただけだ普段のあんたならこんな技には引っかからなかっただろうが愛は盲目かあんたほどの女がな <laughs> 申し訳ありませんここから先はお通しできません 追いかけっこはここまでだ。もうここから逃げることはできん。どうしてどうしてですかどうしてそっとしておいてくれないのですか私はただ、この子と静かに暮らしたいだけなのに。その気持ち、わからんでもない。だが、兄者の命令は絶対だ。ならば、あんたに何と思われようがかまわん。 俺は兄者に従うまでだ。ハクオロ様の嘘です。あの方がそんなことを。ハクオロ様もこの子を愛してくださってます。それなのにそれなのにそんなことを言うはずがありません。兄者には兄者の考えがある。嘘です。嘘です。嘘です。いや、本当だ。 アクオロ様その理由はウルトあなたが一番よく知っているのではなくてカルラたしかこう返す約束をしましたわよねその約束はどうなりましてあダメだよお姉様こんなこといつまでダダっこしてますのさあすみません 私がもっと早く相談してたらこんなことにならなかったのにエルルのせいではありませんわこれはウルト自身の問題だから <laughs> さあその子を。 やってくれますわね。 返して…やめろ…返して…私の…やめろ…返して…私たちの…やめ…ろ…おじさまおじさま、お願いお姉さまたちを止めてこのままだと… このままだとと大変なことにななこにっちゃうやめろ渡さない。この子は渡さないあ はっくおろさなんだ。私は今、何を、いや、それより、ウルトは、ウルトを。<laughs> 正気に、戻ったか。 いや、この子は。ウルト。来ないで、来ないでください。この子を、この子を愛しているんです。この子と一緒にいたいんです。白老様はこの子がお嫌いなのですか？<laughs> 大好きだ。私を。 パー,パーと呼んでくれた嫌いなはずがないだろうでしたらならばこそ本当の親に返すべきだこの子のためを思えばこそ両親のもとへ <laughs> その子を失うことがつらいのならその母親の気持ちも痛いほどわかるだろうこの子の母親は捨てたくて捨てたのではないそうしなければこの子の命が危なかったからだ すでに問題は解決した二度とこの子が母親から奪われるようなことはないだろう <laughs> ウルトリーこの子はお前が手渡すんだ本当にその子を愛しているのならその手で母親に渡さなければならないアクオロ様できるな ああウミリルもう二度と手放してはなりませんよはいなんとお礼を申し上げたらこのご恩はこのご恩は決して忘れませんおかげで私たち親子が一緒に暮らせることができます数々の比例を働いたというのにこのようなお心遣い 本当にありがとうございました私は何もしておりませんお二方の思いがそうさせたのですえ、うん、うん、まー、まー、あ、まー、あ、喋、まあ、った、喋ったよこの子、私のことをまあまあって ああ、やっぱりわかるんだなまあまあまあはいなーに <laughs> それでは。 私たちはこれで失礼します本当にありがとうございました本当にありがとうございましたはいフメリその子を大切に親子仲良く力を合わせて暮らすのですよ さようならさようなら私のフミリルハクオロ様よく耐えたな 辛い思いをさせて、すまなかったいいのです。心の中ではこうしなければならないことは分かってましたから、ハコロ様には感謝しています。こうしなければ私、一生後悔していましたこれでよかったのです。ウルト、もういいんだ。え。もう我慢する必要はない。 よく耐えたつらかったろうハ <laughs> <laughs> してくださいあの子をフミリルを返して後悔したっていいそれでもそれでもあの子と一緒にいたかったのに返して。 返して <laughs> ウルトあの子は決してお前のことを忘れたりはしないたとえ大きくなって記憶から失われたとしてもその温もりと香りはいつまでも覚えているずっと。 ずっとだ。<laughs> 何も。起きてないじゃないか。うん。あれは。どうした。何があった。正常。これを。砕け散った石に。えぐれた穴。 隕石か何かが落ちてきたみたいだなさっきの音と衝撃はこれかしかし隕石とは違うようなそれにこのえぐれ方からして飛んできたのはもっと浅い角度例えば向こうの山の方からううん <laughs> <laughs> 鈍い男だなまだ気づかぬのか次はもう少し大きめな岩を投げ込んでみようかせーのま待て待ておう来たかそんなに急いで来てくれるとは嬉しいぞううう。<笑><笑><笑> うどうした何を言っているのか分からんぞ危ないだろう石を投げ込むとは心配いらぬちゃんと人のいないところを狙ったのだそうは言うがなそれともこのまま乗り込んだ方が良いのか世はそれでも構わぬがああどうした頭を抱えたりして食うや。 そんなに私を困らせて楽しいかヨガそなたをヨガいつそなたを困らせたというのだ。これまでにヨガそなたを困らせたことなど、一度たりともあったかまったく自覚してないのか。んどうした箱をおろう、コーロキョロキョロと今日は他に誰もいないのか うん、よ一人だ皆には黙って一人で出てきたのでな黙ってってでは今頃大騒ぎになってるのではないのかかまわぬかまわぬってかまわぬと言ったらかまわぬよはくんネカむをアムルリネウルカ食うやぞそれを。 絶対である世のすることをなぜはばからねばならぬヨはヨはずいぶんと荒れているというか不機嫌そうだな何かあったのか何もないそうかでどうしたないと言っておろうにそうか どう見ても何かあったのだろうがまあクーヤがそう言うならこれ以上は触れない方がいいだろう <laughs> しかしクーヤ <laughs> 今度はだんまりかまるで拗ねた子供だな今の自分に構うな話しかけるなという態度をしているがそのくせ 構って欲しそうな雰囲気がありありと感じられるやれやれ仕方ないほいっとあっな何をいいからいいからい,いいからとはなんだユは子供ではないのだぞこのようなこのような な何をするか余はクンネカムンの往路なのだぞそれをクーヤがクンネカムンの往路なら私はトゥスクルの往路だそれなら問題はないだろうアフダダメだこのようなところを誰かに見られたら。 心配いらないここにいるのは私たちだけだしかしいいからしばらくこうしているといいこうしてると心地いいだろう、うん、心地よくはないかそんなことまあ本当に嫌だと言うならやめるがは どうする<あ>くぅやべ別にそなたがどうしてもしたいのであれば特別に許可してもよいいやどうしてもしたいわけではないが<ん>やめるかあつ続けるがよいんいいから続けるがよい そうかほ、他のものには内緒だぞそうだな絶対に内緒であるからなはいはい<ん> <laughs> なあ、クーヤ <laughs> 何があったかなど無理に聞くつもりはないし 話したくなければそれでいいだが何でも一人で抱え込まないことだお前のそばには源氏丸がいる夜がいる悩みがあるのなら少しだけでも二人に話すといい<あ>完璧なものなど言わしない誰でも悩み傷つき苦しみそして 誰かに頼りたい助けてもらいたいと思っているのだからそうであるな要は一人ではないのだったなその通りだかわいいなクーはなは <laughs> ハァハハクオロ